東気上本店港南は、港南商事株式会社が運営する、ホームセンター港南、港南プロ、港南ホームストックの名称で、ホームセンターを近畿地方を中心に営業している、チェーン店舗である。本社は、大阪府大阪市淀川区に所在する。2000年代以降は、品揃えと価格の強化に力を注いでおり、一般向け商品から、 プロユースまで幅広い必要性に対応できる商品構成を目指している。売り場面積が2000坪以上の広い店舗もある。ディープディスカウントコンビニホームセンターを店舗コンセプトに人口8000から1万5000人の証券を対象にしている。自社開発商品である毎日がお得値品を核としたコンビニ型ホームセンターで売り場面積は300坪。 取り扱い商品数は2万2000商品となっている。建築、塗料、作業用品を核とした職人向け店舗。平日及び土曜日の開店時間が朝7時と一般店よりも早く、現場へ行く前に立ち寄れる、要利便性を高めている。また、トラックが店内に横付け、または乗り入れできる構造の店舗が多く、フォークリフトなどによる大量の資材積み込みに対応している。 キャンプアウトドア用品を格とした店舗。店舗は近畿を中心に東北、関東、中部、中国、四国、九州地方で展開4月現在、1978年9月に設立し、同年12月に1号店として大阪府堺市に千木店が開店した。古い店舗では敷地が狭くて狭な場合も多く、後になり近隣の土地を借りまして、 別館を建設したり駐車場を増設したりして対応している場合もある。2000年代以降の出店では自動車での来店をあらかじめ見越した郊外型の店舗も多くなってきている。大阪をはじめ近畿地方を地盤としているが、滋賀県ではあやはぎょが強いこともあり、草津店と大津瀬田川店のみの出店に止まっている2月19日をもって閉店。 2000年代以降では、名古屋市や東京、千葉県にも出店し、多店舗化を図っており、経営破綻した長田が退去した店舗に出店することで、九州に約15年ぶりに再進出した3月には、提携先のホームインプルーブメント広瀬が運営していた店舗を港南プロに転換する形で、熊本県に進出した。2016年に日本国外発進出として、 ベトナムに出店した。ホームセンターは、郊外部に出店することが多いが、港南の場合は、大阪府中心部にも出店しているのが特徴で、上新、ライフ、港南などの一等同居型大型専門店、家電量販店といったタイプの店舗も多数あり、利便性を獲得している。山口県及び四国地方では、ホームストックの出店が多いという傾向がある。 ワークマンなどに対抗して、早朝から開店する店もある。ただし開いているフロアは原則として、資材館のみに限定される。またグリーン、ウォークマを開発するなど、デベロップメント事業も展開している。なお、2018年11月に、商品供給プロジェクトチームが発足され、ライフレックスなどの自社ブランド製品を子会社のビーバー登山や、資本業務提携を行っている。 ホームインプルーブメント広瀬へも商品供給され、ビーバー登山、ハイ広瀬、オ、OK、ーホームガーデンでも販売されている。売却当時の株主は有限会社経営のサービス66.5%、引田構造32.3%、引田ヨネゾー1.2%なので、ホームセンター自体は関係がない高難商事に関するカテゴリー。ありがとうございます。